マルハバン。ということで本日もやっていきましょう、ウィクラ。はい、それでは最初にですね、グループステージマッチデイズ、はい、21時、これがね、まああったということで、 2D ディビジョン、あーなるほど、ハイライトとかを見れるようになってるんだ。まあ別に見なくていいよね。うん、ということで、まあ、リザルトを見ていきましょう。ということで、負けちゃってます。はい、負けちゃってました。なんと負けちゃってると。まあ、総合値的には格下のチームなんだけど、負けてるということですね。はい、残念です。次がね、また、6月3日に、6月3日の21時からあるということでね、またこの結果をお伝えしていければなと思いますよ。はい、じゃあ、早速ね、本日やっていきましょう。今日はまあどういったことをするかというとですね、まずトレーニングキャンプを進めていって、で第9週目に入るといったところで、一戦はしようかなというふうに考えていますとですね。はい、ちょっと先にマイタウンで、ちょっとアイテムを、収集して、それから、キャンプに臨もうかなと思います。ちょっと前回の動画でね、ちょっとまた容量が、一つの動画の容量がいっぱいになって、またね、なんだろう、まあ、動画が分割されてしまったことを大変申し訳ないです。そして799、ディフェンス799。ということで、ディフェンスをまあ、今回は上げるっていう風な、告知をしてたと思うんで、その通りにします。はい。はい、来ました、クリステンセン90、強い強いです。ロマニオリ、こいつ24歳で91はやばい。そしてサール89、そしてフェリックス、いいねフェリックスからのボーナーベンチュラ91、そしてクラバーまだ上がる、いいいいね、強くなってる、着実に。さあさあ、これでね、どんどん、強くしていきますよ。はい、ということで、まあいつもと違う、最初の話、まあいつもと違う感じになったんだけど、またちょっとね、ここをやっていくとですね、はい、まずはまあいつも見てる人は知ってると思うんですけど、まあ最初にビジョンを説明して、まあ教会の紹介という、まあ流れになるんですけど、まあもうね、見てる人だとか、もう応募してる人はね、飛ばしてください。ということで、やっていきましょう。ブレイクギャラクシーという、まあ、略してブレギャラなんですけど、まあこのチームはですね、現在今トッププレイヤーディビジョン11にいるということで、まあ最終ターゲットはスーパースター X を目指しているというところです。でその前にね、スーパースター、ここがあるんですよね。はい、で、上位3チームが、昇格していけるんですよね。でまあディビジョン20まであって、まあトッププレイヤー、トッププレイヤーとプロフェッショナルとレギュラーもそうだったかな、多分レギュラーも20まであったと思う。でもアマチュアかビギナーかどっかは確かね、ディビジョン10までぐらいしかなかったんじゃないかな。なんか分かる方がいればなんか教えてもらえればと思います。まあちょっと正しい情報か分かんないですけど、まあプロフェッショナルまではまあ普通に20まであるね。で20まで行けば次のステージに行けるっていう感じなんですけど、まあこの紫にね、パープルステージに、行きたいなと。ただしこれは最短でも10年はかかると。
なので、まあシーズン90年目にして、ここに行けることができると、最短でね。まあでもね、最短で行ったとしてもそこで勝てるか、勝ち続けることがまたできるのかどうかっていうのはわからないから、まあぼちぼちゆっくり成長、着実に一つ一つ積み上げていければなという感じですかね。はい、じゃあもうね、早速、スケジュールはさっき確認したんだけどね、はい、じゃあ順位表と、ゴールアシストランキングを振り返っていきましょう。ということで、まず最初に順位表ですね。はい、ユーザーの中では、ユーザーの中ではというか、まあ、リーグ、インターナショナルリーグ、まあ、これは、昇格するためのさっきの、グループステージを、昇格するための、まあ、リーグ、インターナショナルリーグというんですけど、まあ、その1位でありますと。勝ち点は23、2位との差は、5点、そして負けなし今のところね、なんとか。そして、得失点差もね、まあ一応ズバ抜けてというか10点差以上をつけてね、勝ってる状態ですね。はい、これを維持していきたいところではありますけど、まあちょっとね、前回のあのなんだこれ、ロー FC っていうのと、まあね、ちょっと上位チームの相手がやっぱり強いという感じですね。はい、で得点ランキングは、9位に、バーディー、そして、4位にドーグラスコースターと。で、アシストランキングは、独占してます。はい、という感じですね。ウェルベックがまあ1位、フェリックスも1位というところですね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。やっぱ1本の動画30分、40分ぐらいにやっぱ収めないとダメだな。カタール。このさ、アルワフダもさ、どっかなんか、エミレーツとか、なんかカタールとかの航空会社とさ、なんかスポンサー組めばいいのにね。まあ、いい成績を収めれてないんだろうな、おそらく。まあ俺はアルワフダを応援するよ。といった意味でも、あれ？なんかコンディションみんな悪いぞ。なんでだ？あ、前回引き分けてるから。おかしいだろこれ。なんでこんな、おかしいだろお前ら。何してんだよ。あ、これもうめんどくさいな。いちいちめんどくさい、これ。これもう、サブもちょっとやっていかないとまずいな。で、13か。13コンディション取られる。あ、まずいね。まあでも仕方ない。これでみんな普通以上はな。だから、よし。で、対戦相手が、なんだっけ、ローマ。ローマ。704。704か。じゃあ、このマルティノビッチを入れてね、ラファエルを入れて、長友左の、で、香川はそのまま、ドーグラスコスタを入れていくという感じで、いけばいいんじゃないのかなというふうに、パレデスをキャプテンにして、で、ストラテジーは、ストラテジー両サイドは必ず攻撃参加をさせるっていう風にさせてるんで、うちらのチームはですね。はい、これをしっかりやっとかないと、ダメなのかなという感じですよ。で、あとは、ロングパスっていうか、まあ、コーナーキックとかパレデスとか使うとね、良くないっていうのは、まあ、守備。コーナーキックから、守備にね、攻守切り替えになった時にパレデスが間に合わないんで、あんまり使いたくないんですよね、コーナーキックでは。まあ一つの要の選手ではあるんで、まあそういうのは控えたいなというところで、まあこれで最初は行こうかなと。はい。でね、コロナ選手はね、結構いい選手ですよ。うん。まあ、どんぐらいいい選手かっていうと、普通にいい選手です。っていうのは、まあ、あれなんだけど、どう説明したらいいのかがわかんないな。
なんかね、ポテンシャルがあるんだ。なんかあるんだ。いや、なんかいるじゃん。星6の選手とかでも、相対して強くなくねみたいな。でも、まあ、星5ってね、結構ね、そのポテンシャルの高い選手がたくさんいるんだよね。でも、なんだろうな、若手選手が多いんだな。だからこれから星6とか星7に成長するような選手とかも、結構星5にいたりとかするのかな。多分そういう、あれだと思うけど。まあ中にはね、降格、星6から星5に落ちて降格していく選手とかもいるんだろうけど、まあ、基本的には星5もね、だいぶ、強い選手にもなってるんでね、いいのかなというふうに思いますよ。まあ、なんて言うんだろうな。まあ、いい。Excellent awareness and technique, and that allows him to bring others into the game. He's a very powerful finisher too. Saves the shoot. はい、バーディー、いいですね。バーディーじゃない。ほら、コロナ。ほら、このゴールパフォーマンス見て。もうこれがもうポテンシャル持ってるんだよ。これがもうね、ポテンシャルを持ってる証拠だから。もうこのね、このゴールパフォーマンスを見れば誰もが気づくはず。そう、こいつはポテンシャルの持ち主なんだということをね、すごいよね、これ。まあね、ウェルベックもそうだったんだけど、ウェルベックもね、やっぱ強いんだけど、ちょっとね、最近はね、なんか、微妙というか、なんかコロナの方が期待値が高い感じがするんだよね。そう、リスクっていうか、まあ量は何が言いたいかというと、なんかその総合値以上のね、なんか活躍ぶりを見せる選手っていうのを、まあ俺はポテンシャルが高いって言ってるんだけど、そう、単純にね、要は総合値って要はその人の能力の指標なわけじゃん。だから通常であれば、総合値が高ければそれなりに活躍もするはずなんだよね。当然のごとくというか。まあ、ただコロナの場合はね、80だって3、4ぐらいだよ、まだ。で、まあね、年齢は、年は結構いってるからさ、まあ本来であればもっと成長してるところなんだろうけど、まあ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 ということで、はい。でね、ちょっと今、YouTube、ね、まだチャンネル登録してない方がいるみたいなんで、チャンネル登録お願いしますね。はい、アルベルト。いいね。ナイス、アルベルト。そしてあとね、まあ今どんどん動画、まあ毎日最低3本はね動画上げてるんですけど、まあ何か一つでもね、あ、この動画面白いなとか、この動画いいねと思ったらね、グッドボタンの方をね、していただければなと思います。逆にまあ、この動画ちょっと面白くなかったなとかさ、いやこの動画ちょっといやおかしいよとかなんか思うのであれば、まあそれはそれで、バッドボタンで全然構いません。まあできればなんかコメントとかね、こういうところがこうだったとかそういうのがあれば、ね、なんかまあ修正していける余地はあると思うんで、まあお願いします。あとね、ベルをね、必ずするようにしてください。というのもね、最新のアップロードの通知が、誰よりも早く、飛ぶんで、そこをねしないとですね、最新のアップロード情報が通知されずに、あ、見てなかったみたいなことに、うわなりかねないんで、そういうね、見逃しとかになりかねないんでね、もうあれですよ、1日見逃したらもうね、えらいことになるからね。もうだってこっちはもう毎日更新してるんだから、
それにやっぱりあのついていくにはね、やっぱり毎日見ないとあのついていけないですからね、うん、まあ別に全部見てくださいって言ってるわけじゃないんでいいんですけど、まああのこれはすごい、あのこのねタケちゃんっていう動画はですね、タケちゃんっていうまあチャンネルなんですけどは、僕のチャンネルは結構ね長い長い物語、まあストーリーになると思うんで、あの末永くよろしくお願いしますといった感じですかね。うわっ、うわっ、フェニックス、フェニックスはやっぱり頭がいいみたいですね。うん、頭でシュートを打ちたい感じ。うん、あ、フェニックスって、まあ、フェリックスのことなんですけどね。はい。今ね、YouTube のね、ビューアーズが相当増えてんだよ。なんか知んないけど。そう。いや、嬉しいですね。うん。あと、チャンネル登録忘れないように、それだけお願いします。ということで。まあまあまあ、ジェイコは挟み込んだら大丈夫。ジェイコは挟み込めば大丈夫。おい、何してんだよ、アルマーニ、シャラウイ、エル・シャラウイじゃん。おい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 、シャラウイはまずいよ。はい、ここでね、チャンネル登録してくれた方がいます。ありがとうございます。いやー、嬉しいですね、こうやって、チャンネル登録者が増えるっていうのはね。やっぱり、その期待にね、しっかり応えれるようにね、毎日しっかり動画上げてね、いきたいと思いますんでね。もう、おふう、よし、まああのあとチャンネル登録とかもいいんですけど、まあできればね、ちょっと厚かましいお願いになるかもしれないんですけど、シェアとかね、していただけるとなんかね非常に嬉しいかなという感じですかね。あと、まあ、なんかこう、切り抜きって言ってさ、なんか今、あるじゃん。なんか無断転載みたいな。そういうのもね、全然してもらって構いませんので。はい。ただね、まあ、その無断、まあ、無断転載はないだろうね、これで。無断転載はないだろうね。そもそもウイクラのゲームやってる時点で、ちょっと、俺のオリジナルっていう感じではないし、うん、俺もむしろウィクラにこうやって助けてもらってるみたいな感じだしな。オッケーオッケー、いいよ、ウェルベックさん。でロマニオリはね、なんかね左足なんだけど、なんかねたまにね、なんか意味がわからないことをしだすんだよね。特にこのロマニオリとこの、誰だっけ、いつも忘れる名前、マヒタリアンじゃなくて、あ、やべ選手交代させるの忘れてたフェリックスがもう死んでるわ、もうフェリックスがもう苦しがってる。ちょっと一瞬でも変えてあげないと。ああ、帰れない。帰れない。フェリックス。いいや。あらら。ということで、まあ、3-1 という感じでね、1失点してしまいましたね。いや、前回の動画さ、アルマーニめっちゃね、活躍してくれたんだよ。うん、いやーでもね、いやー
なんかこう、マン・オブ・ザ・マッチ、MVP に選んでほしかったよね。いや、ほんとそれぐらいうまかったよ。あの、アルマーニ。25歳だけどね。まあ、早熟型で、まあ、89といったところで、まあ、90超えないのみたいな、そんな感じなんだけど、まあ、うまい、この選手は。そして、勝ち点差は、特に広がってないか。ロー FC がなんか、おただ、3位との差は広がってるね。3位との差は勝ち点が広がってるけど、2位との差の勝ち点は変わらない。変わりません。という感じで。3対1。あ、見ればよかった。間違ったな。まあ、ロー FC があとどっかに負けたらいいんだけどね。おっと、これはビッグサクセス。アブドゥラフマン、アブドゥラマンですね。アブドゥラマンってね、結構ね、あの、アラブの人に多い名前なんでね。あと、ムハンマド。あとは、誰？なんか、まあ、なんか多いんだよね。こういう、まあ、言ったら日本人で言う田中みたいなさ。そうそうそう。そういう、そういう、あれだよね。で、この人はね、なんだっけ、なんとか、オリバーなんちゃらだっけな。まあ、この人もアフロでね。なんかアフロ選手チームみたいなの作っても面白そうだよね。アフロチームって言ったらどういうチームになるんだろう。マルセロ、アブドゥラフマン、あと、ダビド・ルイス、あとは誰？サネ、あとモハメド・サラ、あと誰がいるっけ？あとはちょっともう思い浮かばない。まあね、ウイレでね、そうやってわざとね、アフロスカットみたいな作ってる人もいるみたいなんでね、まあそういうのもね、今後やれていけたらいいなとか思うんですけど、まあ、あの、本当に余裕ができてきてからそういうのはやろうかなと思います。はい、ということで、本日はここまでということで、また次回お会いしましょう。